リンゴルフチャンネル登録者数7万人を記念してイベントを開催します。その場所となったのがインドアゴルフレンジケーブ亀井戸店さんです。はい、よろしくお願いします。少しこの施設を皆さんにも知ってもらうために紹介したいなと思いまして、はい、このゴルフレンジの特徴といいますかってありますか？ですね、まずこの大きなモニターで、はい、大きいですねそうなんですよ、ほぼ保湿状態です、はい、ここでプロのレッスンを受けながらスイングと弾道のチェックもできるんです。で、うちはコースボールを使ってますので、はい、実際コースに行った時に差が出ないようになってます。なるほど、はい、で2次元としてですね、コースもいっぱいたくさんあるので、まあ、コースに行く前にこう練習していただいて、ちゃんとそういうコースのコーディネーターというか、うん、アドバイザーみたいにできるプロもいるので、ツアープロなので、ちゃんとコース行く前にいろいろ教えてもらえるっていうのもうちの特典であります。なるほど。しかもこの結構なマシンも入ってますね。そうなんです、ものすごくいいマシンが入ってます。これは X スイングです。 X スイング、はい、正確に、はい、なおかつコースボール、はい、でも個室状態のが1、2、3、4つ4つあるんです。あっちにこっちにもあります、はい、あります。で、さらに見えてきたのがパター、パターもあります。結構広いですよね。施設としても大きいですし、はい、で、このパターも、はい、ここにちょっと丸いのがあるんですけど、はい、あれをこう下に入れて、あ、傾斜を、はい、この間の全米とかのもお客さんが気になってたんで、この間の全米っぽいのできますよみたいな、そういうイベントも今後もやっていきましょうっていう話も出てます。なるほど、はい、じゃあここは基本的には会員さんがコーチをつけて、はい、月会費といいますか。そうですね、月会費をいただいて、で月とか1日のご利用制限はうちは設けてないので、来て行きたい放題、はい、おすごい。でこちらの2階はお席が空いてればもう取りたい放題、はい、すごいですね。で3階は24時間ですので。聞きました、はい、しかもそれは会員になれば誰でも、そうなんです、この会員カードがあれば誰でも。お腹から出てきて、そう、お腹からちょっと今ドラえもんみたい。こちらです、はい、こちらのカードであると上は24時間開放されてると、好きな時に朝でも夜中でも来ていただけます。嬉しいですね。結構来られる方いらっしゃるんですか？来てます、はい、出勤前に、うんうん、来ていただいたりとか、朝こう掃除しに行くと、あ、昨日すごいいっぱい来ていただいてるみたいな。あ、ビデオがね、ついてる。ビデオもついてるし、ゴミ箱とかがこう、なるほど、あるので分かっちゃうんですね。いや、24時間はすごい嬉しいですね。そうですね、皆さんにそうやって言っていただいて、すごいご利用していただいてるんですよ。なるほど、すごいですぜひ、もう皆さん、ぜひ亀戸の近くに寄られましたらでもいいですし、亀戸の近くにお住まいの方でもいいですし、ぜひ足を運んでみてください。運んでください。お風呂ばっかり見て難しいなとか思いながら、私ゴルフさんを見てできないってやってる、頑張ってたとめちゃめちゃ黙々と練習してます。イベント前に完全に自主練です。私が衝撃を受けたのは割と最近なんですけど、女子プロで原絵里香ちゃん、まあ、皆さん見てもらったと思うんですけど、ずっとイボミプロの選挙 YouTube をずっと寝るまで、昨日のリサさんがプロいや、よかった、昨日の2人のマッチプレーがちょっと衝撃的すぎて、もう今さんはバーッと飛ばす。参加したから記録 185.7 ヤードです。187ヤード、記録は 259.8 ヤード。
263.2 ヤード。おお、すごい。じゃあニアピン2、4.04 ヤード、そうで4.04 ヤード。おめでとうございます。星野1位、なんと 0.9 ヤード。4.14 ヤード。ニアピン。2.9 ヤード。おめでとう。これで以上の賞となります。今日ありがとうございました。皆さんよりも私の方が楽しんでしまったんじゃないかなってぐらいここでずっと打てたんですけど、すごい楽しませていただきました。ありがとうございました。またたくさんウェアを買ってくださってありがとうございます。ぜひたくさん来てください。これからも YouTube たくさん出演していきたいと思いますので、これからもたくさん見ていただいて、たくさんお友達もチャンネル登録を進めていただいて、ね、皆さんチャンネル登録ぜひぜひお願いします。アパレルなんですけれども、店舗で置いてないものなのでなかなか手に取ってもらえないっていうことがあったので、こういう風に試着イベントとかもぜひやりたいなということで、今回7万人登録でやらせていただきました。またぜひやりたいなと思いますので、よろしくお願いします。こんなになんかサインを求められたりとか写真を撮ってって言われたりすることが少ないので、本当に新鮮で楽しかったです。と私事ではあるんですが、今週末来週初めにドラゴン大会があります。でそれもまたリンゴルクで動画で配信しますので、ぜひ見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとありがとうございました。ありがとうございました。はい、いきますよ。3、2、1、はい、はい、もう1枚撮ります。はい、もう1枚撮ります。もう1枚撮ります。はい、チーズ。はい、OK です。ありがとうございました。